婚姻政策を軸に勢力を拡大させた種宗、さらなる勢力拡大のため越後の国守護上杉定実へ三男実元の入試を画策。これに種宗の嫡男春宗が猛反発。それだけでなく、種宗にとって婿にあたる相馬秋種への伊達領割譲案も種宗と春宗の対立を深めました。1542年鷹狩りの帰り道、春宗の襲撃に遭い捕らえられ幽閉された種宗、ほどなくして家臣に救出されると、春宗と争う構えを見せ、種宗と春宗の争いは奥州全体を巻き込む天文の乱へと発展しました。当初は種宗が優勢でしたが、芦名守氏の寝返りにより一気に戦況は傾き、室町幕府第13代将軍足利義輝の仲裁を受け、春宗に降参する形で和睦隠居を余儀なくされました。